こんにちは、レルです。アイさんのコースからやっていきます。とある町のガイズくんというコースです。制限時間8分間、めっちゃ暗いな。攻撃的なガイズくんから攻撃されるコースです。ガイズくんから攻撃される未来テーマで頑張って作った採用されたら嬉しいです。難易度低め。最初の部分はガイズくんたちの家表してます。最後は左右のパンチで落としちゃうんだけど、左右のパンチでゴールの上に乗るとガイズくんたちの追いかけている顔が見えます。ほう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 。ということで、まあ、進んでいきましょう。最初はこれは家ってことですね。で、なんかいろんなとこあるぞ。わ、暗っ。え、なに、どういうこと。あ、これがハウスやね。え、向こう側にも行けるんですけど、なんか2つ進み道ある、もしかして。からじゃあ行きましょうか。これが家になってて、はい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 、すごいね、美術作品みたいな。あだだだで、あ、これでガイズくんに食われそう的な感じ。ガイズくんがあそこで見てますね。よいしょ。でこれで、あーはいはいはい、ガイズくんの手やねこれね。でパンチが出たりとか、まあ、なんかいろいろあったり。これはさ、いやーこれきついね結構。よいしょ。オッケー。まあまあ難しいぞ。風はどっから来たんや、風やったら。風、なんかあそこにあった風、どこに来んの。あれ、どこやったっけ、まず。ちょっとわからんけど。まあいいや、行こうか。こっちで、よいしょ。でこっちに行けっていうことよね、とりあえず。難易度はね、高くもないけど、高いよな、これ。結構。高いか。で、これはでしょう。最後は何て言ったっけ、ガイズくん。最後は左右のパンチでゴールの上に乗る。ゴールの上に乗るか。あらららら。こっちか。ちょっと待ってよ。うお、すげえ。ガラクタが宇宙ゴミみたいな。あ、だだだ、力よいしょ。おお、あそこか。風は何もなかったっぽいね。でここにガイズ君たちが攻撃してくるエリアがありますよと。でゴールの上に乗れる。ゴールの上に乗ったらガイズ君たちの追いかけている顔が見えます。おお、ちょっとゴールの上乗るか。わかった。マイクラ、なんていうんこれ。なんかわかるよ。これガイズくんたちが、よいしょ、追いかけてくる顔が見れるんですね、ここで。はい。で、パンチで、あ、上乗れますね。なるほど。左右のパンチを使うとゴールに乗れますよと。はい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 。あの看板どころな、確かゴール判定なっちゃうよね、これ。この看板どころ乗ったら大丈夫なはず。なるほどね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。あ、ここゴール判定、あー、ここね。はいはい。PPP を許すなさん。ループからの脱出。1個目、2個目、3つ送られてるんですけど、1個目、2個目は、簡単。一発クリアできる。と思いますって書いてますね。これはループからの脱出。なんか下落ちたらどうなんやろ。なんかあるんかな。あ、チェックポイントが埋め込まれてますね。で下落ちていったらここら辺とかになんか穴が急にあったりしてさ、あー結構透けるな。どういうこと。ループからの脱出、もうこれループなんかな一応。でこっち行ってよいしょ。多分同じルートを何回も行くけど、最後にゴールあるみたいな感じかな。なんかすごい、どっかにゴールがあるんじゃないかって思っちゃうんですけど、そこじゃなくてこっち？こっちってことよね。多分。あ、違うの？あ、迷路？迷路か。なるほどね。ってことで、もう一回同じようなところに行きたいんですけど、
これを何回もループせんとあかんってこと？ミスったら。あーみたいな感じかな、多分。ミスったらループ。よいしょ。はい。え、今のでも×って書いてあったよな。どういうこと？この下×じゃないの？でもこっちは？あれ？え？あ、え、すげえすげえすげえ。わかったわかった。リスポーン地点で違うとこ生まれるようにしてんねや。なるほどね。え、すごいやん。すごいな、これ。そういう感じか。なんかマリオメーカーにもそんなんありますよね。あれ、これ何？これどうすんの？え、これ意味わからへん。どっかから、何これ？こっちに行けっていうこと？でもここ通せないよね。通せなくて、そっちも通せないんだけど。ってことは、あ、いや、ここに持ってきたらいいんか、あれを。持ってきて、ちょっと謎解きみたいな感じですね。で、多分そっち乗って、その上からこっちに渡ってこいっていうことやと思うわ。じゃあリスポーンして、リスポーン地点を変えるんですね。リスポーンしてリスポーン地点。落ちてリスポーン地点を変えて、マリオメーカーみたい。で、これは下に降りていいの？普通に。降りて、あ、で、ここでチェックポイント行ったら、これ上行くんかな？次。次上行くんじゃない？多分。で、ここやったら多分ね、いや、でもこれ使ったらさ、長めのレースとか作れるよね、普通に。すごいね、ちっちゃいところでさ、長めのレース作れそう。で、ここ落ちたら、多分、どこにも行く場所がありませんと。で、あ、やっぱり、え？そうよね。リスポーンが変わってる？これ。変わってるよね。あれ？戻ってきたぞ。いや、違う違う違う。でもさっきと違うわ。同じ作りしてるけどさっきと違うんや。さっきとは違いますね。で、ここで、下降りて、いいんかな？下降りて。で、はい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 、はい。まあまあまあ、別にそんなに、多分難しいことしなくても、まっすぐ進んでいったらいけそうですね。おお。で、こっち乗って、なんか別に隠し通路とかがあるわけではないっぽいですね。で、こっちに行けって書いてあるけど、あっちもなんか、行けそうなんすけど。おお。え？こっちも行けちゃうよ。え、これゴール？違うか。え？これは？よいしょ、これに乗れないか。で、これ落ちたら多分違う場所に生まれなかったんで。これは普通にこっちなんでしょう。あ、これは多分違う場所に生まれんな。で、こっから多分落ちんとあかんねん、どっかに。あ、風があるから、風で？あーで、あ、そう、そういうことね。で、さっきのところに落ちるんですね。すげえな。オッケー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 。全然 OK じゃない。で、こっち落ちて、おっと、自動つかみが。こっち落ちたら、多分ゴールかな、もう。リスポーンして、おっと、まだある。あ、でもゴールや。あ、こっち渡ってこれますよ。あ、すごいわ。なんか、あれはなんなんやろ。通ってきてないぞ、あんな。っていうコースでした。すごい、これは。頭上注意ですね。窮屈。多分あれかな。押し込まれるやつかな。まあ、これも一発クリアできると思うって書いてあるんで、多分できるんでしょう。おうおう。あ、こっからもう始まってるんや。なるほど。よいしょ。で、これよね。オッケー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 。で、これは、こうでいいよね、普通に。あ、オッケー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 。から始まってますね、もう。
で、これどうすんのやろ。あー、ジャンプしていったらいけるのかな。あー、ジャンプダイブ。わからん。で、これは、5つ中、2つ。良心的。あー、似たようなコースやったことあんな、これは。多分、自分。よいしょ。で、向こう行って。で、これ当たっていいの？あかんか。意味ないか。チェックポイント。迷路やけど、これ多分さ、あ、いやいやいや、普通に難しいわ。ちょっと、今ので、ん？こっちこれだけど。あってそうやね、でも。何個かルートあるわ。で、こっちは違うっぽいけど、なんかそっち行けたりするかな。ないよね。あ、じゃあこれ、ここですね。ここやけど、これ何？あ、こっちからはいけない。じゃあこっちですね。ああ、これでいいんやね。え、でもここもいけない。あ、やっぱ、一番端っこなんかありそうやな、あっち。あえての。やっぱりあるわ。ここか。で、こう行って。で、そっちは何もなさそうやな。あ、オッケーオッケー。これで、オッケーですね。バージョンなん、これ。え？え？難易度爆上がりしてんけど、急に。え、バージョン？あ、いけるわ、いけるわ、でも。行って、これはまっすぐ行くんや。まっすぐ行ったら、あ、どこだ？あ、PPP を許してはいけない。で、ゴール、ちょっと待って、ここでさ、どっか行くとさ、で、ゴールどれなんこれ。これ、変なところいると多分、意味ないよね。向こう側ではないから、普通にこっちかな。なんか風あるぞ。この風は下の風かな。なんかの風が続いてるだけかもしれない。せやねせやね。あの風続いてるだけ。向こう側にゴールあるんかな多分。PPP 許してはいけないの先のとこに多分ゴールがあって終わりっていう感じですかね。あ、ここスタート位置じゃ。あ、スタート位置やね。スタート位置やから、スタート位置の裏にゴールあったんじゃない多分。待って、これゴール探し大会になるかもしれん。ここになかったら。あることを祈ろう。間違えたんかな？あ、なんかあそこにあるけどな。あれ？間違えたガチで。あの下になんかあるぞ。ちょっとこっち見て。あ、間違えてそう。いえな。え、違うわ。マジで違うわ。で、下でもない。え、またバージョンやん。バージョンセンターか。いやー、マジかよ。オッケー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 。で、これで、こっち行きます。あ、自分なんか、これ上行っちゃうんや。ここやね、ゴール。え、これはなんなん？気づかんかっただけか、自分が。多分上にも行けるように設計されとって、ここにコントあかんかってんね。で、上に行ったら、PPP を許してはいけないっていう文字が見えたっていうだけやろね。ナイス。見た目に重きを置いた結果、難しいです。無数の柱というコースですね。これがね、多分ちょっと難しい。一発クリアできるかわからんやつっていうことですね。これは最初はさ、ここに乗るってこと？ここ乗って、わー、これ。よいしょ。見極めんとあかんの、これ。上に登っていくんでしょうね。多分こっちやな。こっち行って、え、ほい。ここも行けるわ。上に登っていく？よいしょ。ここも行けますね。でもここ行っても次がないかな。マジか。これは長い戦いになりそうや。で、ここ行って、よいしょ。ここ行って、でもそこも行ってもまたないから。あー、あそことか。いや、でもあそこも違うな。あ、ここやん。ここはどうやって行くんや。こっから行けそうっすけど。あ、でもこれに乗れないな。これ無理やわ。
で、あれも違う、違う。これはきついぞ。一回落ちろか。で、こっち行って、こっち行って、わ、ここら辺のどっかにありそう。ミスったわ。多分紫側のどっかにありそうな気がするわ。あの、黄色と紫ですね。行ってないところはね。まあ、黄色も見ていっていいと思う。あ、黄色じゃない多分。ここ行けるな。でも、この、いや、こっちか。こっちに行って、で、そこ行けますね。ここ行って、これも乗れるはず。これ乗って、そっちはいける。こっちも行けるぞ。よいしょ。あ、でもないわ。次の道が。ってことはそっちかな。あ、危ない危ない危ない。で、こっちも道は、なさそうに見えるけど、とか。あ、いけるいける。あ、ここじゃない？え、ここちょっと怪しいな。行くとしたらこっちやな。オッケー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 。あ、でも、次の段来れたわ。これはしんどいわ。こっち行っても、またしても、道がないので、次はまた違うところを探せってことやね。これじゃあ、これは一応ね、合ってるっぽかったね。ここまでとりあえず来れたんは。黄色やね、初めはね。で、赤。赤じゃない？赤いけるぞ、これ多分。こっち行って、よいしょ、こっち行って。あー、でもないかな、道。もう、青が、そこで終わっちゃう気がする。そっち行けないな、絶対。黄色で、こっち来て、で、ここも、終わっちゃうんやけど、こっから上乗れる、もしかして。これ、録画見直さんとあかんな。よいしょ。で、こっちも、よいしょ。あ、でも上登ってきてるわ。で、こっち多分なんもないから、向こう側に、よいしょ。オッケー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 。合ってるっぽ、合ってるっぽい。3の段まで来ましたね。3の段。3つ目の段来ましたね。で、こっちは、どこだ、これ。そっち以上登れないから、また黄色か赤かとかなるんやけど、ここは、あ、ここ乗れるわ。ここを乗って、乗れるよね。よいしょ。で、こっちかな？こっちも行けるから。よいしょ。あそこやな、多分赤の。え、でも行けるあれ。あ、こっちからか。よしよしよし、これで行けるんちゃう？わー、そっちもあるけどな。でもこっちも怪しいよ。いや、でもその先がないか。いや、あるあるある、あるわ。行けるんやったら、高さ足りるんやったらあるわ、多分。これ高さ足りる？はい、足りるね。怖いんすけど。これはきついな。え、こっからさ、ここまで来て進めないとかちょっとありそうなよな、ここら辺から。ほい。いや、ちょっと楽になってきた。よいしょ、アップね。これ一気に消せえけどな、ここ。いけるわ。でもこんなとこで落ちたらマジで悲しい。危ねえ。怖すぎ。いや、もうそこしかないもんな。うるい。え、でも。あ？次どこ、これ。これやっぱ外れ引いた。それ無理、さすがに。これ無理。あそこに、あ、いや、あれはチェックポイントか。いや、ここにもなんかあんな、多分。これいけんちゃうかな。ちょっと、うわ、これ、戻れんくなった？あ、戻れんくなったかもしれん。大丈夫かな。これ下に下がる方。
え？これはむずいわ。やばい。これだけでこの動画終わりそう。え、戻れなくなっちゃった。やっちゃったこれ。ここじゃ戻れないわ。さっきのとこ戻ってきましたね。さっきはね、こっから向こう行ったんですけど、多分違うので、こっちから行くんかな？と思うんですが、どうでしょう。合ってるっぽい、合ってるっぽい。ここ降りたらまた行けなくなっちゃうから、こっからこうやね。8分か。いや、足りないな、これ時間。マジ？うわぁ！さっきの黄色エリアに多分これで戻ってきたはずなんですけど、こっからですよね。から、よいしょ、よいしょ。こっからどっか行けるとこを探さんといかん。今の合ってるかな？どっか行くとこあったかな？他に。で、この上に乗りたいんですよね、僕は。で、これ多分ゴールっぽいな、そもそも。で、これをどっから行くかやけど、青の向こう側から多分登ってくるから、赤を探すやな、これ。赤に行くとこを多分どっかから探すんですけど、でもどこやろ？またこれ時間切れになっちゃう。よいしょ。こっから、もうとりあえず向こう、撃つって、こっちか。こっちやな。よいしょ。これで合ってんちゃう？ちょっとこれ怖いんすけど。こっちかな。これいけるな、いけるいける。よいしょ。なんかもうぐちゃぐちゃなってるかもしれないね、これ見てる側からすると。で、そこに行けるこれ。こっち？よいしょ。こっち行ってもしゃーなくないわ。あ、こっから行くんやわ。これで上行けますね。これ終わりちゃう？これ、あ、いや。なんか今、どこ乗れた今。紫かな乗るとしたら。やばいやばい。時間がなくなる、時間がなくなる。ほい。紫、オッケー。それ以外は多分。うわ、まだあるやん、これ。嘘やろ。いや、向こうどうなん？向こう、いや。そこの黄色も怪しいな。いやあ、これ怖。いや、ちょっととりあえず回転していくか。こっちですね。だって時間なくなる。うわ、はめられた。いや、こっからいけるか。8分間やったっけ。あ、いけますね、いけますね。こっから結構いけますね。危ね。で、こっち行って。はい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 。あれ？待って、俺ループしてる。じゃあ紫じゃないんや。ちょっと待って。紫はやめ。黄色行きます。でも黄色これ、届かんくない？いや、届くか。よいしょ。黄色で、行けるとしたら、いや、そっちはない。そこもないから、これ黄色でもないんや。うわ、なんだこれ。なんだこれ。こっから、赤もいけるかな、それ。多分こっちやわ。よいしょ。こうやん。赤やん。うわー、やり直しだ、これ。とりあえず、行けそうなとこまで行きますか。赤を登っていっても多分ないんやろな。ってことは、こっから、こうじゃない、多分。これで、どっか行けると思う。いや、無理か、ここ。青はでも、こっちはいけないな。こっちもいけないぞ。紫、から、これどこ行った？ここ行けないんで、紫から青かな？どうなんやろ？やばい、またわからん。
からさ、どこまで行けんの？青の底行けそうよな。いや、ここで結構狂わしてくる感じかな。ここ行けますね。で、こっからでも青も上登るとこないかもしれんね。ってことは紫がどっかから行ける？こっちからよいしょ。あ、行けそう。紫行けそうっすね、こっから。さあ、ミスらないように。ここも行ける、そこも行けるわ。おお、これ上来たぞ、結構。え、黄色かな。黄色のあっち側、多分、いけると思う。さあ、もう、うわぁ、どうなんだ、これ。多分、ここ、いけるかな、挑戦。いや、無理やった。いや、さっきんところで合ってたけど、これさっきんところですね。こっからまた内側に行くんかな、多分。これいけそうでいけないんだけど。ここいけたら終わりじゃない？あ、でもそっちいけるわ。よく見たら。わ。あ、これいけるわ。オッケー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 。ここやん。あ、いけるわ。最後そっちやな。これどっかつながってないとことかないよね。うわー、さっきの安直やったね、自分が。アホやったな。急がずに回っといたらいけたな。これはどっから行くんや。紫やと思ったけど、紫じゃないかもね。どこだもうしんどいよ、このコース。よいしょ。さあ、外側から見ていって、青から登れそうやな、なんか。外回り行こうか。いや、どこだこれ。赤かな。くる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 回っております。よいしょ。赤だ、赤だわ。ここ行けるわ。さあ、こっから内側。全然ちょっと掴むところが全然わかんないんですけど、大丈夫。よいしょ。いけるけどな。ここまでいけるけどな。でもそのゴールには乗れないんで、こっから多分、あー、こっちか。こっちっぽい。ん？いや、あ、でもこういって、こういって、こうか。え、向こういけるこれどこだ。いや、そこの青から行った方がいいかな、行くなら。いや、無理やな、無理やな。危な。え、また分からなくなっちゃった。やばい、これは。あと30秒。でも、ここ来ても何も意味ない。黄色、黄色、黄色どっかから行ける？いやー、でも挑戦するしかないか、また。この紫しかないな。こっから、向こう。あ、行けるわ。あ。あ。はい、ということで、戻ってきました。こうやったよね。オッケーオッケーオッケー。次はね、時間たっぷりあるんで、ここですよね。うわ、危ねオッケー、やっと終わった。これ、まあまあ、直線できても4分半ぐらいかかるのね。8分間なんで、めちゃくちゃ難しかったよ、多分このコース。えぐい。シーパニック、おわさん、ラストでいきましょう。コース投稿2回目です。今回のコースは海の生き物を形にした障害物がたくさんあります。途中人手の形をした
足場を乗り継ぐエリアがありますが、ここは初心者がちょっと沼る程度ないんだと個人的に思います。レル3なら余裕でクリアしちゃうかなということで、魚魚へねなんか2通りありますね。魚のコースチェックポイント、結構まあまあ初心者向きに作られてるかな。これはこれはね、みんなクリアできると思うわ。あ、違うか、さすがに大当たりではない。で、これでまっすぐ行って人で、まあこれ普通に魚よね、なんかのその名前がある魚かはわかんないですけど。で、向こうか、向こう行ってこっち行って人でですね、人手がちょっと沼るかもしれんってぐらいなんで、多分まあ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 そんなこともないと思う。オッケー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 、これも人手かな。これはあこれはなんかもうショートカットいっちゃいそうやけど、一気にこう行ってこう、この下は何なんだ。よいしょ、ほい。で、ここでチェックポイント取って、こっち行って、わ、これなんなんや、イカかな、これ。いや、これこっから繋がってんのか。これがヒレで、ヒレ、この尻尾ですね。尻尾からこう行って、これなんやろ、イカだ？え、違うか。あ、見るとこあるわ。これちょっと見に行くか。これでゴールですね。でこっち行ったら何があるかわかるということで、多分ハートマークあるね。ハートマークがあって、あー、クジラかな、クジラ、なんか飛行機みたいになってるけど多分クジラかな、みたいな感じです。こっちはこの中にも入れたりするかもしれんけど、まあいいや。じゃ今日はこれで終わります。魚のコースでしたね。え、なんかハロウィンとかでよくさ、こういうコースありますよね。なんかハロウィンのアメちゃんとかね。終わります。ありがとうございました。